ちょっとしたニュースが入りましたんで、為替をね、扱ってらっしゃる方にちょっと関係のある話題でございます。アメリカの国債っていうのがですね、大体このドル高の要因の大きな一つになってるんですけども、このアメリカの国債を一番持ってるのが日本なんですよね。ですんで、日本は為替介入の際に IMF、つまりアメリカの顔色を伺いながら、どのぐらいの介入をしていいのかって金額を決めるんですよ。で、今回もその為替介入ってので、一定の金額をね、国債を、日本が保有している米国債を売ることをアメリカに通達して OK が出たんで、その割合で販売して、円安ってのをね、瞬間的にですけど止めたって経緯があるんですけども、今回はね、中国なんですよ。実は米国債をナンバー2で持っているのが中国なんですよね。その次がイギリスなんですよ。この中国が米国債をガンガン売りに入っているっていうね、もしくはこれから売りに入るというね、情報が入ってきまして、前つばでもあるんですけども、実際全く無視できないなと思うのが、アメリカがですね、やっぱり中国との経済摩擦を解消するために関税 100% をかけるということに動いてきたんですよね。それに対して関税を 100% もかけられてしまったら、中国の製品がアメリカに売れないもんですから、そこにこう怒りをね、燃やした中国、習近平体制が米国債を売りに入るということで、早速その効果が出てるみたいなんですよね。こうなってくると、アメリカの国債っていうのが中国ぐらいの規模で売られちゃうと、さすがにね、ドル高が止まって、相対的にドル円の関係がちょっと崩れてきてね、一方的に円安に向かう流れが止まるんではないかなっていうふうに思うんですよね。実際にこういうのってニュースにならないですし、チャートを見ても、それから経済指標のアナウンス見ても出てこないと思うんで、やっぱこう深読みしすぎな部分はあると思いますけども、やっぱり中国の保有する米国債の量ってのも相当なもんですからね、これをどのぐらいの割合で売るのかによって、ドル円のバランスにも影響が出てくると思います。もちろん日本が米国債を売ることによるダイレクトな影響よりは副次的なものになるんでね、ちょっとタイムラグをつけたりとか、金額が多少柔らかくはなると思いますけども、でもね、中国も相当な量を持ってますからね、どのぐらい売るのかによって値下がりを見て、例えばイギリスも売るかもしれませんし、日本の個人投資家さんもその動きに合わせて狼狽売りがあるかもしれませんしね、これは何かの悲願になるかもしれないなと思ってますね。はい、ちょっとした小話でございました。それでは。